今日は徳川家康竹千代が生まれるまでの松平氏の系図を見ていきます。徳川家康は初はめ松平元信と名乗っていました。この松平という名前は三河の国の松平号から来ています。江戸時代に徳川家が作った系図は清和源氏新田氏の支流で神津家の国新田の将江川の 江川義末の子孫と称する僧が松平郷に流れてきてその領主松平信重の娘婿になったということから始まりますがこれは伝承であって実際にそうであったかということは分かりません松平家の活動が実際に裏付けられるのは三代目の松平信光からです さわさりながら徳川家の徳川という名前は松平近氏が新田の章江川から流れてきたから徳川だとまた我々は清和源氏だというのは松平近氏が清和源氏新田氏の支流だからだ続いて徳川家の家紋が三つ葉葵なのは松平信重が鴨茂氏で 京都の鴨茂神社は葵を神門にしているので、徳川家も葵を家紋にしているのだというふうに、徳川という名前と蜜葉葵という家紋は、この伝承上の二人の人物、松平近氏と松平信重に由来しています。実在が確かな人物である松平信光は、王人の乱の頃の人です。 室町幕府の万所の執事伊勢貞地下に仕えていました。伊勢家の悲観だったわけですね。松平信光は、松平郷という山間部から平野部に進出し、西三河に勢力を広げて、本拠地を岩津に移しました。岩津松平家です。岩津松平家は、四代目の松平近忠から、松平近長に受け継がれます。 言わず松平家を継承した松平近長が本来の僧侶家なんですが岩津松平家は1508年今川軍の伊勢総帥に攻撃されて大打撃を受け衰退してしまいますこの結果岩津松平家の分家であった安城に拠点を置く安城松平家が僧侶家に変わりますこうして岩津松平家に変わって 総領家の地位に就いたのが松平長近ですこの人は子供に陽明竹千代通称二郎三郎と名付けましたこのあと松平家は信忠清康広忠元信と陽明が竹千代になります竹千代というのは安城松平家の借史につけられる名前です1508年 言わず松平家が没落したことによって松平長親は松平家の総領家になりました。これをきっかけに松平長親は尺氏の松平信忠に家督を譲り隠居します。しかしながらこの松平信忠には人望がなく隠居した後も松平長親が子供の信忠や孫の清康を貢献していました。 松平長近は72歳まで生きた人で子供の信忠や孫の清康が亡くなった後もひ孫の松平広忠に対して影響を及ぼし続けました長近の嫡子信忠が人望がなかったのに対して三男の松平信忠は大変優秀な人だったようですそのために松平家の家督を 信忠ではなく信貞に継いでほしいという人たちが松平家の中に多くいました三男であった松平信貞はおじのもとに養子に入り桜井松平家となりますしかしながら文家である松平信貞は本家である安城松平家に対してライバル心を持ち続けました QS 忠の代になっても桜井松平と安城松平の対立は続きこれが松平家の運命を暗くします優秀であった松平信忠に対して松平信忠は一門や重臣たちの支持を集めることができませんでした1523年松平一門は信忠にはついていけんということで 信忠ををを隠居させ清に家族を譲渡すすることを決定します信忠はその決定に従い松平清康が家督を継承します。時に清康は13歳でした。家督を継承した松平清康は祖父の松平長近の貢献を受けながら勢力を拡大し岡崎に拠点を移します。 勢力を拡大してきた松平清康は、国主のような地位にあった木田氏に対抗する権威を持とうとしました。戦国時代初期、通常守護が最も高い権威を持ち、その次に守護代、そしてまた守護代、黒人と続きます。松平家というのは黒人の階層なんですが、三河の国には守護、守護代がいないという、 特殊な事情がありました三河の国の守護はもともと一式家でしたが足利義則の時に一式家は守護の座を追われますその後細川家が守護になりますが応仁の乱の後細川家は機内や四国の両国の経営に力を注ぎ三河の国からは撤退してしまいますこうして三河の国は 守護がいないということは守護代もいないまた守護代もいないという一種の真空地帯になっていましたでは三河の国で一番高い権威を持っていた家はどこか三河の国は鎌倉時代足利家の勢力下にあって足利一門の中で足利家将軍家にかなり近い家側の高い家である平家が三河にいました キラというのは三河にあったキラのしという荘園からこの家の名前がついています。さてこのキラ家、足川家の中ではかなり価格の高い家で、波の守護よりもずっと家柄は良かったんですが、守護という軍事力を持っているそういう役職にはついていませんでした。ただ、キラ家の家柄が高いので、守がいなくなってしまった後、三河の国では、 この吉良家が最も権威のある家とされていました。例えば、松平信忠は吉良義信から返帰を受け、松平清康は吉良持清から返帰を受けて清康と名乗っています。戦国時代、下国城の風潮が広まってきて、各地で守護、守護代、黒人による争いが始まりますが、三河の国では勢力を増してきた松平清康にとって、 目障りなのは、家柄が高く、三河の国で国主扱いされていた吉良家でした。家柄の高い吉良家に対抗して権威を持つために、松平京康は、自分は世良田氏の末裔であると自称するようになります。一方、安城松平家と対立する桜井松平家の松平信貞は、織田信秀に接近し、 着手の松平清貞の正室に織田信秀の妹を迎えます。こうして今川寄りの松平清安と織田家との連携を深める松平信貞の間に対立が生じ、松平清安は織田信秀と戦いますが、織田方の森山城を攻撃している最中に清安は家臣に殺害されてしまいます。これを森山崩れと言います。 松平京 S が森山崩れで命を落とした結果、10歳の松平広忠が岡崎の松平家を継承します。しかし、このチャンスを逃さず、松平信忠が岡崎城を占領し、松平広忠は三河を追われて、異性を経由して駿河の今川義元を頼り、今川義元の援助を得て岡崎城に帰ることができました。 松平博忠が岡崎城に帰ってきたのが1537年。それから数年後、松平博忠は水野忠政の娘、お台と結婚します。ところで、お台の母親は慶応院と言います。慶応院はもともと水野忠政の性質でしたが、松平京康と水野忠政が戦った時、京康の求めに応じて、 忠政の妻であった慶応院が松平清康の皇室に入っています。松平清康の頃は水野家よりも松平家の方が優勢だったので、水野忠政としては松平清康の要求を拒むことができなかったからだと考えられています。こうして水野忠政の娘、お題は母親の慶応院が皇室となって嫁いでいる 岡崎松大岳にとつぐことになりましたそして1543年後の徳川家康が生まれます陽明は松大岳代々の着手が名乗った竹千代通称は二郎三郎そしてこの竹千代が三河をめぐる織田と今川の戦いの中で子供の時代を過ごすことになります